思議と難を逃れることが一度だけではなく、たびたび起こる。運が覚醒する金融上昇チャンネルの高見です。高見2冊目の書籍、鳳凰の金運上昇アクションが発売されました。書店購入キャンペーンでは、鳳凰とご縁を結ぶ待ち受け画像をプレゼントしています。詳しくは概要欄からチェックしてみてくださいね。吉日にいいことが起こったり、アクションしたことの結果がスムーズに出たり、また、要注意に特に何もなく、心地よく過ごせる時もあれば、反対にパッとしない吉日だったり、要注意の影響をもろに受けてしまったり、そういう時ありますよね。運気の波はありますから、誰しも、いい時、悪い時はありますが、なぜか、運がいい人、タイミングがいい人、不思議と悪いものから守られているように感じる人って、周りにいませんか？乗らないといけない電車があったけど、急に足が進まなくなって乗り遅れてしまったら、その後、列車トラブルですごく遅れてしまった。そんな風に、不思議と難を逃れることが、一度だけではなく、たびたび起こる。不思議な運の持ち主のような方っていますよね。運がいい理由、原因には様々あると思いますが、原因の一つにご先祖様から守られているということがあります。ご先祖様に守られていると、そういった災いからトラブルと無縁の生活をしていたり、人間関係がうまくいき、ストレスなく生活していたり、お金仕事など現実に関わることもスムーズで充実しているなど、生活全般にわたって災いを避け、いい流れが巡りやすくなります。トラブルやストレスがないだけでも、毎日が心地よくなってすごくありがたいですし、仕事やお金に関する面がスムーズに進むことも嬉しいですよね。ご先祖様たちの応援ってすごくありがたいです。仮に会ったことがなかったとしても、自分自身の子供や孫、ひ孫、ひいひ孫ちゃんですから、可愛くて仕方ないですし、全力で応援してしまいますよね。基本的には子孫が可愛く見守っているご先祖様ですが、中にはちょっと苦手かも、どう接していいかわからんと距離を置いてしまう場合もあります。そうすると災いや悪い運気が入ってくる隙間ができたり、仕事やお金の巡りが悪くなったりと滞ってしまう原因にもなります。ですので、今日はご先祖様に守られている人の特徴と、よりご先祖様に守っていただくアクションをお話ししていきたいと思います。まずはじめに、龍神さんつながり場を極める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず一つ目の特徴は、なくした財布が戻ってくるです。お財布をなくすということがあまり起こることではないですが、人生において一度や二度経験をしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。お金をなくしてしまったこともショックですが、カードを止めたり、免許証を再発行するなど、手続きもたくさんで結構ショックな出来事ですよね。日本は治安がいいので、親切な人が届けてくれたりして、戻ってくることも他の国よりは多いかもしれません。とはいえ、なくした財布が届けられていたり、ひょんなところから見つかったりしたら、地獄から天国へぐらいめちゃくちゃ嬉しいですよね。ご先祖様は最悪から守ってくれたり、お金など生活や現実に関することがうまくいくように見守ってくれていますので、なくしたお財布が見つかった、今までに何度も見つかったことがある方は、ご先祖様に守られている人の特徴です。二つ目は、運がいいと思っているです。これはご先祖様に守られていて、ギリギリのところでトラブルを回避したり、なぜかトントンと物事が進んだりすることから、私って運がいいんだなって思うようになるということが一つと、ご先祖様の存在を感じたら自然と運がいいと思うようになるということが一つです。今は物価が高くなったり、その一方でお給料が据え置きだったりという、生活面で大変な思いをしている方もいらっしゃると思いますので、少し前はコロナで体験したことがないような混乱の中生きていたり、そういったことがありましたが、遡ってみるとご先祖様の中には、生きていくのがままならないような激動の時代に生き延びてくれたご先祖様もいらっしゃいます。たくさんのご先祖様の中に誰か一人でも欠けていたら、僕たちは生まれていないわけですから、今生きていることって
奇跡的な確率でめちゃくちゃ運がいいことですよね。そして子供ちゃんを産むことも命がけのことですし、そんな中無事に生まれてこれたこともかなり強運の持ち主です。ですから本来みんな運がいいんですね。生きていたら大変なことや辛いことがあってとても運がいいと思えない時もあります。そういった時はポジティブに物事を見れない時もありますし、無理に思い込もうとすると心が苦しくなってしまいますので、思えない時は思えないでいいと思います。開き直った方がネガティブも抜けていきやすいですし、正直でいるのがいいと思います。本来僕たちはとても強運の持ち主なんです。運がいいと思っている人はご先祖様の力に感謝をしていたり、ご先祖様に感謝していることから運がいいと感じていることもあり、その思いにご先祖様も嬉しくなり、より手厚く守られ応援されるところがあります。自分の存在に気づいてくれたり感謝してくれるのってすごく嬉しいですよね。あそこで石につまずいて頭から落ちたのに無傷だったのはじいちゃんが頑張ってくれたからなのよ、気づいてくれたんって気づいてほしくてやってくれてるわけではないですが、やっぱり嬉しくなりますよね。ご先祖様に守られている特徴3つ目は家が掃除されているです。お家は運気を貯めておく場所なので、お掃除をして邪気を取り除いたり新しい運が入るスペースがあると運が良くなると言われています。今回の場合はお家が汚れていると家を守ってくれる神様が次第にいなくなり、空いたスペースに悪い気や悪い霊などがやってくるようになります。そうするとお家の気の悪さや散らかっていることで気持ちが沈むことから、ご先祖様からの守護が届きにくくなります。守りたいんだけど阻まれてしまうんですね。お目当てのアイドルがいるけどファンに囲まれていて全然近づけないみたいな状態です。お家が整理整頓されていてすっきりした環境にするだけでご先祖様からの守護も届きやすくなります。少しずつでもお掃除やお片付けをするといいんですが、もしかしたら分かってるけど今はそこまで手が回らないという状況の方もいらっしゃるかもしれません。まずは窓を開けて空気を入れ替えすると悪い気が出ていき新鮮な気が入ってきます。四つ目は自分が好き大切にしているです。ご先祖様があなたを守っているのはあなたのことが大好きで大切な存在だからに他なりません。そんなあなたが自分自身を嫌っていると、こんなにいい子なのにそんなに自分に厳しくしなくていいんじゃよと少し悲しい気持ちになります。ちびまる子ちゃんのおじいちゃんがまる子がサボっていたりズルしようとしても一生懸命に協力しようとするような感じで、何かができたからすごいではなく何もしていなくても大好きなんですね。自分の大好きな子孫が自分のことを嫌っていたり周りを優先して我慢していたら、自分はダメダメだと責めていると不憫じゃと辛くなってしまい、もう見てられないと感じてしまいます。そしてご先祖様が厄災を遠ざけたり、お金や仕事、人間関係などの現実面を良くするように守っても、自分を大切にしていない場合、その守護自体も我慢したり、周りに譲ったりと拒否してしまっていることにつながり、わしの守護を大切にしてくれてないと悲しんで、ご先祖様からの守護が薄くなってしまいます。ご家族や周りの状況で自分のやりたいことができない状況もあるかもしれません。そんな時は、5分でも10分でもいいですので、自分のために時間を取るようにすると、心の満足度も変わりますし、ご先祖様も喜ばれます。今できる小さなサイズにして、自分を大切にする時間を取ることがおすすめです。ご先祖様から守っていただくには、ご先祖様の存在を感じて感謝をすることです。ですので、お墓参りはつながりを深める、とてもいいアクションなんです。もうすぐ春分の日がやってきますので、お墓参りに行くのもいいですし、遠方でなかなかハードルが高いという場合は、お墓の方向に向かってお参りをするのもいいですね。ご先祖様の存在を思い浮かべながら感謝を伝えることもおすすめのアクションです。守っているご先祖様も自分の存在を感じていることに感謝をされたら、とても嬉しくてより守ろうと思いますので、時々時間をとって思い浮かべてみるといいですよ。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではショップ動画でお会いしましょう。